国益？何それ？美味しいの？今回は先にちょっとだけ宣伝をさせていただきます。前々から出ますと言っていた僕の本なんですが、1月の終わり頃に電子と紙の両方で発売するという方向で決定しました。タイトルは今のところ中高生からの学問のすすめ、勉強はなんで必要？とそういう感じになる予定です。で、これに関しまして12月の25日までに先行受付をしていただきますと、1月の初めから半ばにかけてくらいの時期でもう先にお届けできるということで出版社の方から話をいただきました。具体的には動画説明欄に記載しているメールアドレスに必要事項を記入した上で送っていただくと、担当の方から返信があって購入ができるという形ですね。あとはこうコメント欄に応援のコメントとかをもし書いていただけると、それがね、もしかしたら裏表紙に載るかもしれないということもあるので、ぜひね、コメントをよろしくお願いします。さて、本題に入っていきましょう。最近のコロナ感染の急増っていうのは、11月の26日に出した動画でも GoTo が原因じゃないんだよっていう話をしましたよね。データ上の数字を見ても明らかに外国からの入国制限を緩和した11月の初め頃から感染が急増してますから、もうね、感染の理由はほぼこれだと僕は思ってますね。さらに追加のデータとして、空港の検疫限定ではあるんですけど、日本人と外国人の感染者の数のデータっていうのが公表されてますので紹介します。4月時点では9割が日本人なんですけど、その後どんどんと外国人の割合が増えていって、10月とか11月は日本人の倍の感染者がいるというのがもう統計としてデータとして出ています。この状況で入国制限を緩和して検査なしで入国して OK ですよということにするっていうのはね、さすがに頭のネジが飛んでるんじゃないかなと思ってしまうのは僕だけですかね。特に11月に関しては入国制限が緩和された韓国とか中国とかニュージーランドとかね、その辺の国からは検査してませんので、実数はもっと多いはずです。特に韓国なんかはすでにロックダウンしている状態ですからね、ちょっとお金に余裕のある人は安全な日本に逃げようとなるのが自然なことです。これは単純に日本がやってることがおかしいってだけで、別に韓国人が悪いとかそういうことではないんですよ。仮に僕が韓国人の立場だったとしても、あ、これはやばい、 GoTo Japan しようってなりますよ。ちなみに厚生労働省のホームページでは、4月とかその辺の時期ってのはちゃんと日本人と外国人との感染者っていうのを分けて表示をしていたんですけど、最近ではね、全くそれがされなくなってます。厚労省曰く、日本人と外国人を分けて表示すると無用な差別を助長してしまうためだそうです。外国人の感染者の数が少なかった4月頃は公開していたのに、今は差別を助長するからもう公開しませんっていうのはもうね、これはもうほとんど答え言ってると言っても過言ではないですよね。ちなみに僕の検索の仕方が悪いだけなのかもしれないんですけど、11月26日にアップした動画を作った時点では、この外国人差別を助長してしまうため公開しませんっていう文言が確かに厚生労働省のホームページにあったんですけど、この動画を作るためにもう一回ちょっとスクショ撮って出そうと思った時にはね、なぜかこう見つからなかったんですよね。なぜ削除されちゃったんですかね。ともあれ、これだけの状況を見たら、普通の感覚を持ってたら、いやいやと、 GoTo が原因じゃなくて入国制限の緩和が原因なんじゃねえかっていうのは誰にでも分かることだと思うんですよ。そういう意味では知事さんとかが言ってるような、国が何とかしてくださいよと言ってるのはね、ある意味で正しいんですよ。だって都道府県知事には入国制限をどうこうするような法律を作る権限はないですからね。ところが国会でもテレビでもこの入国制限っていう話が話題に出ることはもうほぼありません。的外れな GoTo 叩きをやってましたよね。で、菅政権が世論の圧力に負けて GoTo を中止しましたということになったら、今度は旅行関係者とか飲食関係者が困ってますみたいな感じでね、今度はやめたらやめたで叩き始めるわけですよ。まさに火のないところで煙を立たせまくっている典型例だと言えますよね。もうね、旅行とか飲食とかその辺の関係者からしたらね、 GoTo トラブルですよ。こんなのは結局のところ菅政権を叩きたいがための批判のための批判でしかないんです。ともあれ、まともな感覚を持ってたら普通はこんなあからさまな手のひら返しってやらないじゃないですか。だって信用されなくなるもの。ではなぜテレビはこんなに異常なまでに菅政権を叩きまくるんでしょうか。ここからは僕の考察なんですけど、おそらくテレビ関係者の人たちっていうのは一日も早く菅政権をね、終わらせたいんですよ。あれだけ大嫌いだった安倍政権よりもさらにやばいと思ってるんです。
だからもう何でもいいからとりあえず叩きまくって国民の支持率を落として、次の総裁選挙では菅総理じゃダメだよねと、そういう流れを作りたいんです。というのも菅総理は就任後すぐに携帯電話の電波利権に切り込みましたよね。で、長年続いていた携帯3社によるボロ儲け状態を潰すプランを速攻でドコモに出させましたよね。そのような実行力を見せつけた上で、菅政権のブレーンである高橋教授が次のような発言をしています。 NHK の番組の中で真に公共放送と呼べるのは災害情報と選挙の時の政見放送くらい。公共放送分に見合う受信料はせいぜい200円から300円でしょ。その金額なら国民も納得すると思いますよ。これはね、テレビ関係者、特に NHK にとっては相当にヤバい流れだということができますよね。他の民放も結局のところ、もう NHK とはズブズブですから。もし実現したら NHK の地位はだだ下がりです。集金業務をやっているような人たちの仕事ってのは間違いなくなくなりますし、平均年収1000万超えの NHK スタッフの給料ってのもまあ下がるでしょう。ヤバい！携帯料金の次はテレビの電波利権が美味しくなくなるかもしれないと戦々恐々としてるんじゃないですか。だからこそそうなるのを防ぐためにここまで異常なレベルで姿叩きをやってるんじゃないかなというところですね。テレビ関係者にとってはイデオロギー的に嫌いだから叩いていた安倍政権とはもう全く違うレベルで危険な存在だということです。いいぞ、もっとやれ。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方は、いいねボタンを押していただけると動画が拡散するんで、そちらの方もよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史、朝鮮半島史、学問のすすめの方の解説動画もよろしくお願いします。